こちらですね、浄水した元になりますね。見てみてください。これ全然ね違いますよね。こちらですね、こちらがろ過してない方で、こちらがろ過したものですね。色がですね、水の色がね全然ね違います。これだけ、差がね出るんだなと思います。水とかそのまま放っとくと緑色にねなったりすると思うんですけれども、ならないかどうかですね、もう少しですね数日置いて様子をね見てみたいと思います。それで細菌とかですねいなければ、ここですねそんなに色がね変わらないで済むかなと思いますので、はい。でもねすごい性能のね差がしっかりね見えますね。すごい綺麗ですよね。こっちはもうね白くてですね、全然ね汚いって感じがしますね。こちらはですねちょっとね汚れですね、沈殿してねいます。そしてこっちはね浄水した方になりますけれども、全然ね綺麗で、一つのね塵もない感じでしっかりね浄水されてるなっていうのがねわかります。はい、こちらですねろ過したお水ですね、早速ね飲んでみたいと思います。じゃあねちょっとね飲んでみたいと思います。いいですね、全然ね臭みがなくて美味しいです。これならこれね1リットルなんですけれども、これで、1000本ですね、1000本ろ過がねできるということで、すごいねいいですね。本当川の水ですね、気軽にこれでねろ過して飲むことができますので、本当ね災害時とかですね、キャンプであったりとか登山とかですね、いろんなシーンでね使えるようになるかなって思います。